今回はビュックスヘルパーについて説明したいと思います。ビュックスストアにはですね、ステートとミューテーションとゲッターとアクションを記述してコンポーネントで使うんですけれども、このコンポーネントでこれらを使用するときに、ドルサインストア、ステートのメッセージという風に記述しました。えその場合に結構ここがめんどくさいですよね。 ドルサインストアドットステートって書くのがめんどくさいという場合ですね。こういう風に書きたいなという場合があると思うので、まあこういうヘルパーをビュックスは準備しているということになります。マップステートっていうのを導入してみたいと思います。マップステートを導入するのに、まずスクリプトタグの上の方でですね、インポート、マップステート from ビュックスと記述します。波括弧を入れると、 ビュークスからマップステートを抽出するというような感じになります。はい。そしてマップステートを使う場所なんですけれども、ここのコンピューテッドのところですね。算出プロパティのところに書きます。それできっとコンピューテッドのところには他にもいろいろと書くと思いますので、他の算出プロパティと共有する方法なんですけれども、こういう感じで最初に点々点って書くんですね。オブジェクトスプレッド演算子っていう書き方なんですけれども、 ま、あまり深く考えずに進めていきます。えー、そしてカッコの中に波カッコ、まあ、オブジェクトですね。オブジェクト形式で書いていくということになります、えー。ストアを見てみますと、ステートがメッセージ、カウンター、カートアイテムズって書いてますので、これらをすべて使う想定で設定していきます。 こういう風に設定しておくと、ここでですね、メッセージと書けば、実際の画面ではストアのメッセージが表示されるわけです。まあ、メッセージの他にカウンターを設定すると、0と出ますね。配列そのまま設定しますけれども、えー、ここのカートアイテムズですね。ダラストアとかを使わずに、そのままカートアイテムズとしても、マップステートを使っているので、こういう感じで出てくれるわけですね。こういう風にシンプルな書き方ができるというのがマップステートになります。 はい。で、今、マップステートだったんですけれど、これと同じような感じで、マップミューテーションズもあるし、マップゲッターズもあるし、マップアクションズもあるという感じになります。それでは次、ミューテーションズの方説明したいと思います。で、マップステートと同じく、ここに、マップミューテーションズと記述して使える状態にします。マップミューテーションの設定する場所なんですけれども、これはメソッドのところに設定します。 でマップミューテーションは配列で設定することができるんですね。これはもう不要になりますので消しておきます。まあ、こんな感じで設定すると、p ュ x Store ススのミューテーションのインクリメントを発動させることができるということになります。では実際に使ってみましょう。 それでは画面で見てみます。mutation increment っていうボタンを押すと10ずつ増えていくのがわかると思います。はい。次は map getters についてですね。map getters も同じくここに設定します。そして map state と同じく computed のところに書きます。 カートアイテムズカウントっていうのはストアにあったゲッターのこれですね。これは、えー、ここのカートアイテムズの件数を表すものでした。ということでニット表示されています。で、ここに何か増やしますとこれも増えますし、えー、商品の点数が3に変わるわけですね。最後はマップアクションになります。同じくインポートのところにマップアクションズとしてメソッドのところですね。 マップミューテーションの下に書き加えます。ビューストアのアクションはインクリメントっていうことで、ミューテーションのインクリメントと被っちゃうので、配列で入れることもできるんですけれども、かぶりたくないので、そういう場合はオブジェクト形式で挿入しまして、で、ここのプロパティの名前のところに、ちょっと1秒遅れてインクリメントされるので、アシンクインクリメント という名前をつけて、えーま、アクションのインクリメントを設定します。えー、それではですね、ボタンをもう一つ用意して、こっちはアクションの方のインクリメントですね。1秒後に値をプラスするっていうことになりますで。このインクリメントはミューテーションの方なので、アシンクインクリメントですね。はい、画面で確認してみましょう。わかりやすくカートアイテムカウントとかカートアイテムズをメッセージも削除しておきます。 ペイロードも1にしておきます。はい、ミューテーションインクリメントをポチポチ押すと、まあ押した瞬間に1ずつ増えていくということですね。そしてアクションのインクリメントの方は、ポチッと押して1秒経ったら1増えるということになります。 まこういう設定をすることでコードが先ほどよりもスッキリしたのがわかると思います。以上が Vuex ヘルパーの説明でした。これで Vuex の説明は以上になります。次はですね、Vue.js と関係ないんですけれども、Ajax とかサーバー通信を行いたいっていう場合には Axios っていうライブラリを使いますので、Ajax ライブラリのデファクトスタンダードになっている Axios について説明したいと思います。興味がある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。